つ兄弟言ってくれよね、喧嘩したいならしたいで、外にしてもいいし、ガキがあんま調子になったんです。某団体でちょっと有名になったからってね、勘違いして強くなった気でいる人ってやっぱいるんすよ。目すら合わせカメラもあるんです。違う、目細くてどこ見てるのか分かんなかったです。すみません。なんかやる前にいろいろぐだついてあるのかないかよく分かんなくなってたんで、ちょっとあの飲みすぎできちゃいました。試合よりもその後女の子と飲みに行くんですよ。まあそっちがメインかなって感じですね。まあついでに試合しようかなって感じです。はい、今回ちょっと自分はプライベートでちょっと経験がしてしまって試合ができなくなってしまったので、さあセコンドアウト、セコンドアウトよろしくお願いいたします。ラーンフォン。残り1分、残り1分。ナイス、はい。でさ、左の攻撃嫌がってます。ナイス勝負です。コツコツ当てていきましょう。いい感じです。じゃあ、スピリットンか、お前。ケイさん、左返しましょう。左入ります。まだ下がってますよ。残り30秒、残り30秒。これより1分間のインターバルに入ります。ファイナルラウンジャ
かめっちゃ嫌がってます。ノーモーション行ってきましょう。マジで行きます。タイムストップ、タイムストップ再開します。はい、ハーフタイム、ハーフタイム。勝敗はつきませんが、両選手、一言ずついただきたいと思います。両選手中央へ、両選手中央へ、まずはアコナ剛選手より一言いただきたいと思います。この後女の子と飲みに行くんで楽しみです。ありがとうございます。さあ続きまして赤コーナー松井圭選手より一言いただきたいと思います。次ブレイキングダウンが決まってしまって、本気でできなかったんですけど、多分次出たらもうやめるんで、その時ムエタイルールでしましょう。お願いします。そうだ。さああと松井選手より今一度試合の申し出ということで、池田選手受けるということでよろしいでしょうか。もちろん。さあそれでは先の試合が決まったということで、皆様エキシビジョン両選手へ大きな拍手をお送りください。アマチュアでなんですけど40戦35勝で負ける気しないんで、アマチュア女子多分今までやってきた相手が多分違うじゃろう。まあ、それはちょっとリング上がったら分かると思うし、ちょっと今後の試合に向けて意気込みをお願いします。はい、まずは今日の試合に向けて、まあ、今日の試合